配信を活用し、侵入者等への威嚇や捕獲の補助などを目的とした訓練です。訓練士の号令により捕鯨犬が行動する様子をご覧ください。はじめに訓練想定をご説明いたします。訓練想定としましては、基地内に侵入者が侵入しセンサーが鳴り、警備隊員2名、捕鯨犬が検索しながら現場へ向かったと想定します。隊員の号令により捕鯨犬が襲撃する様子をご覧ください。準備にしばらく時間がかかりそうなので、もうしばらくお待ちください。準備が整いましたので展示を始めます。侵入者役は岡田山荘、茨城県出身です。捕鯨犬は駆除訓練を実施したカーキー、オス6歳です。以上で襲撃訓練を終わります。以上をもちまして捕鯨犬訓練展示を終了させていただきます。本日訓練を展示した訓練士と捕鯨犬に盛大な拍手をお願いします。ありがとうございます。なお2回目は14時30分より実施しますので、ぜひ興味のある方はまたご覧ください。引き続き駐屯地記念行事をお楽しみください。なお捕鯨犬を柵越しではありますが間近で見たい方や質問等ある方は、先ほど訓練展示をした訓練士にお申しください。